こんにちは。栃木県足利市インテリア&キルトショップレンガでキルト講師をしています板橋由香です。マーメイドドールの3回目、今回で最終回です。前回で3人のマーメイドたちが出来上がりました。こんな感じです。ピタ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 って感じですね。で、今日はこのマーメイドたちにそれぞれペットとショルダーバッグを作ってあげましょう。今日の1番目の作業です。ペットの柄に沿ってパネルを切り、中表に塗って綿を詰めます。今まで切り離していない残っているパネルの部分で、ここにクラゲちゃん、それからあちこちにちょっと飛んでますのでエビちゃん それからタツノオトシゴちゃんもいます。やっぱり点線に沿って切り離していきます。ということで、表裏それぞれ合わせて6柄を切り離します。切り離しましたらは、このような形になってますね。今までと同じで縫い代込みになってますので、中表に合わせて、で、端から5ミリぐらい、5ミリ縫い代あれば大丈夫なので大体で大丈夫です。で、返し口を残しておかなくてはいけないので、直線、なるべく直線のところが返しやすいのでこの辺りかなと思うんですけれども、そこを残して一周ぐるっとおおよその見当で切り離したところから5ミリぐらい入ったところで縫っていきます。この返し口からひっくり返して、このような形で、これタツノオトシゴちゃんですね、綿をこう詰めて、で、はしごかがり、こういう形でかがっていく、はしごかがりでこうかがってで、実際出来上がったものがこちらです。一応ちょっとはしごかがり復習で、綿の詰め具合どんな感じがいいのかちょっとわからないんで、適当なんですけど、やっぱりふっくらした方が可愛いかなと思いながらも、ちょっと握ったりする、ちっちゃなお子さんが握ったりするんだったら、ちょっと柔らかめぐらいのがいいのかなとも思います。はい。で、これ糸が向こう側ですね、反対側に出てます。で、その出てるところとほぼ同じ位置の手前側に針を入れて抜いて、で、またこっち手前側とほぼ同じ向こう側の位置のこうかがりたいところに針を入れて、ということで、こういう感じでかがっていくと、で、なおかつ糸をしっかり引いていくと、かがった位置がほぼほぼわからないぐらい綺麗に返し口が閉じることができますので、そんな感じで進めていきます。3匹、3人にそれぞれペットが出来上がります。今日の2番目の作業です。ショルダーバッグを作ります。そう、このマーメイドちゃんたちショルダーバッグまで持ってるんですね。で、残ってる柄、こういう長方形の柄が3種類残ってまして、プラスこちらですね、 MOQ というこの帯状、これがショルダーバッグの紐になります。これをやはりドット、周りのドットに沿って切り離します。紐なんですけど、尾びれの時に使う予定で使わなかったゴム通し口でちょっと完結してしまったので、別の紐もあります。そちらと間違えないように気をつけてください。こっちですね、 STU ですね、この太い方、こちらではなくて小さい方を使います。こっちです。紐なんですけれども、切り離しましたらはおおよそで構わないので、切り離した両端の5ミリ程度をアイロンできっちり畳みます。これをさらに半分に畳みます。こんな感じですね。畳んだこのピラピラしてる方、こちらを端ミシンをかけます。ミシンがない方は手縫いでも構わないので、端をチクチク縫っていきます。これで紐が完成します。
今度はこのショルダーになる、まあ、これ半分のこういう形になるんですけれども、ショルダーの縁部分、辺の長さが短い方ですね、短い方が口になりますので、そちらをやっぱり5ミリ程度アイロンで畳みます。で、作り方を見ると、まあ、両脇5ミリぐらい後で端を縫うので、その5ミリから入ったところでこの紐の部分、これ端を縫ってある状態でと考えていただいて、ちょっと待ち針で留めましょうか。ほぼほぼこの縫い代というか、この畳んだのと同じぐらい縫い代があれば大丈夫なんですけど、このような感じで、この畳んだ5ミリを縫うときに持ち手も一緒にこう縫ってしまいましょうみたいな感じ で、こちらはこちらで持ち手なしで縫ってしまいましょうっていうことで、作り方には書いてあるようなんですけれども、でそれを最終的にこういう形で両脇縫ってショルダーにしましょうという形なんですが、これだと持ち手が片方だけにちょっとこうついた状態になるので、アンバランスかなと思ったので、このようにつけてみました。片側をこちら5ミリ畳んだところの端ミシンで縫い付けて、でもう片方を反対側の5ミリ畳んだ方で縫い付けて、でこれを中表に合わせて、両端から5ミリのところでやっぱりこう縫うとショルダーバッグになるんですけれども、実際に出来上がった状態がこちらです。紐がそれぞれに向こう側とこちら側それぞれに縫い付けてあるので、なんか片側に縫い付けてあるよりは安定感がありそうかなと思います。このペットちゃんを、まあ、ここに入れてあげて、まあ、入れる入れないは別にお好みなんですけど、一応入れられる大きさになっているので、でこうショルダーで連れて歩けるようにしてあげるみたいです。はい。でまあこのペットちゃんじゃなくても、お子さんがごっこ遊びとかするときに、まあ、ちょっとこうなってるとしっかり安定感があって、ちょっと重たいもの入れても大丈夫かななんていうふうにも思います。なので押し立ての仕方はお好みでいいと思いますが、ちょっと私はこんな風にやってみました。紐を作ってそれぞれの口部分、外側から5ミリ入ったところで縫い付けて、中表にして、両脇5ミリ程度入ったところを縫って袋にしてひっくり返す、そんな感じです。パネルのすべてを使ってマーメイドドールが完成しました。ここで今日のポイントならるおすすめです。残った柄も楽しみましょう。周りにドットがついてある、いわゆるこう縫って作りましょうというこういう小物の他にも、こちらのプリントの、それこそこういう端の部分、ちょっとこう鱗模様のボーダーだったり、人手とか貝、そういったものもあちこちにたくさんプリントされているので、これちょっと切り離してお子さんのバッグにアプリケしてあげたりするとすごい可愛いですし、やっぱりさっきみたいに適当に切って中表に塗って綿を詰めてあげたりしても可愛いですし、残ったものも全部使って遊べそうです。で、マーメイドちゃんたち、一応これ作り方通りに作ってシンプルに出来上がりましたけれども、ビーズでこう首飾り作ってあげたり、いろんなものをこう装飾品作ってあげて、着せ替えごっこ楽しんだりしても、可愛いかなと思います。今後もこのような形で、パッチワークキルトに関する情報や手作りに関する様々なことを発信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。チクチク針仕事で癒されましょう。ハバハッピーキューティング。このマーメイドドールちゃんたちはみんなスレンダーなので、この尾びれを作ってゴムを入れた時に最初ちょっとこう緩すぎちゃったりしてズルンってなっちゃったりしたりしたので、ちょっとこうこっちの子はきつめにしすぎちゃいました。シワが寄ってますね。こっちの子はちょうどいいんですけど、
これ絶対このきついね、きついの子供にやったら怒られるなと思いながら、文句言わないのでありがたいです。